ンの来週も踊るってよ。 K1 アンダー65キロ世界最強決定トーナメント、いよいよ準決勝。あ、普通次日本の期待を背負い、ゴールデンフィスト山崎秀明、決勝進出をかけた戦いへ。準決勝第1試合は、膝から右につなげた。1回戦終始攻め続け相手を完封した日本代表山崎秀明。対するは KO 勝利で1回戦突破、モロッコのワンダーボーイイリアス・ブライド。日本の期待を背負い、山崎世界一まであと2つ。アコナよりイリアス・ブライド選手の入場です。K-1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ世界最強決定トーナメント、8人が4人になっています。準決勝第1試合、先に登場はイリアス・ブライド。1回戦暴力的なパンチを見舞い、クリスマスエリから2つのダウンを奪っての勝利、準決勝進出を決めました。フィジカルの強さはエントリーナンバーワンとも目されたマセーリ、アメリカのマセーリを悶絶させました。さあ、この戦いが159戦目です。イリアス・ブライド、最年少の21歳。赤コーナーより山崎秀明選手の入場です。You're a Japanese man. Your show is gone. So sad. It's so sad for me. さあ、どん底から世界の頂点へ。1回戦、スタニスラフ・レニタ戦です。ラウンド早々にパンチでコーナーへ追い込み、主導権を握りました。その後はレニタが前に出た時はジャブ、膝で迎撃、完全に制空権を制し、間合いの戦いで完勝を収めています。山崎秀明、あのレニタの恐怖の右、それを出させることなく完全に光を消し去った山崎。日本代表は強くなっています。頂点に上れば、あの慶応紫フレッグ、その戦いの可能性を残しています。本日のパンフレット、戦前の予想では9人のうちノエリ1人、ゲイオ2人、そして6人がこの山崎を期待を込め優勝と名前を挙げています。さあ、準決勝戦、イリアス・ブライド、危険な21歳の待つ準決勝へ。この番組は M1 スポーツメディアとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
60キロ世界最強がついに決まる。9月19日国立代々木第二体育館 K1 ワールドグランプリ2016アンダー60キロ世界最強決定トーナメント。日本を背負う4人の侍が最強外国人ファイターと世界一をかけ激突。チケット絶賛発売中。私、結婚します。失われた家族の絆を探して出雲への旅がそれぞれの縁をつなぐ。さあ、この準決勝までが1ラウンド中2度のダウンで KO 負けとなります。そして今直前の今見ている、K1 クラッシュ公式モバイルのファンの方の予想を見るとイリアスブライド KO 勝ちが 44% と1番です。さあ、では放送席紹介しましょう。私のお隣から正人さん、そして K1 公式サポーターの関根勤さん、中村匠さんを迎えしてお届けしています。よろしくお願いします。さあ、これは楽しみですね。ですね、ファンの方が今直前で 44% がイリアスブライドを KO しています。左ミドルキックがイリアスブライド、山崎も出る。一瞬動くと、また今ローキックちょっと効いたが、しかし山崎出る。関根さん、思いっきり振ってきますね。山崎選手パワーありますね。あれです、もうこれ、ダメージを減らして早く倒そうっていう作戦ですよね、なるほど、ただ大きすぎますね、あの振りが、ちょっとちょっと危ない、そんな大きく振らない方がいいですね、まあ、イリアスブライドは分かりますが、山崎もこうつり合ってるみたいな感じがありますね。いや、もう距離取って戦うっていうのも一気に勝負決めようっていう、ああそうですか、膝、逆に山崎が仕掛けてるように見えます、そうですね、はいはい、そうですか、山崎側が、バックスピンキック、あのペースを握ろうってことなんでしょうね、先に行って、今のは膝ですよ、ミドルと思ったけど膝に変えましたね。下半面に今捉えかけました、変則的な蹴りも出します、イリアスブライド、まあ、44% がイリアス KO 勝ち。それに続いては山崎の KO 勝ちが 22%、 山崎判定勝ちが 22%、 わー、 44%。 いや、山崎今ちょっと左フックをイリアス狙ってたんですよ、ちょっと振りが大きいんで、そこ狙われてますか。狙ってますね。イリアスは冷静にブロックして見てますからね、いや、イリアスはもう山崎選手のパンチ受けてももうビビんないですね、全く。そうですね、いや、本当にもう一流の選手はあのビビらないですよ、まあ、関根さん、なんといっても158戦ですよね。そうですね、もう前へ出る力強いですね、あれかもしれないですね、イリアスの距離が近いんで、もう山崎もパンチで止めようっていうことかもしれないですね、どんどん前に出るじゃないですか、これ受けたら飲み込まれると思って山崎、その、そうかもしれないですね、あのこの近い距離じゃあの山崎の独特の蹴りが出せないですからね、確かに、パンチで止めるしかない、やっぱジャブ打つのも難しいですかね、ここまで来ると。今一つ出ましたけど、ね、いや、だけどもう強いジャブで止めた方が当たれば止まりますよ。あ、なるほど、あのまた額の上にこう上げるような形からジャブを出してきますが、左も出してきたイリアスブライド。関根さん、でもある意味打ち合いでも山崎は負けはしなかったですね。そうですね、ただ結構フロー結構プレッシャーあるんじゃないですかね、この圧力が、ね、前に出る、危ない、いい、狙った、ねじ込んだ、イリアスブロックがいいですね、あれもう少し上だったら、バックローラドしてます。いや、中村さん、本当に怖いですね、そうですね、見えているか、まあ、山崎選手ね、過去やっぱイリアスほどね、こう圧力とかパンチがある相手とあんまやってないと思うんで、この圧力は体力消耗するんですよ。おー、1ラウンド終了。関根さん、どんな1ラウンドでしたか。いや、ちょっとかき回されましたよね、パワーでね、スタミナを消耗するんですよ、こんだけ前に出ると、受け続けると、前に出てくる来られるだけのプレッシャーで手を出さなくても疲れるんですよ。山崎秀明、1回戦はあのレニタ相手に、フィジカルでナンバーワンと目された相手に完全に光を消して、はい、
勝ちました、完勝でした。しかしやはり準決勝、エリアス・ブライドの前に危ない戦い、紙一重、それをお互いか。リードのジャブ、多分向き合ってる時に、ええ、すごい重さを感じると思うんですよ。これっていうのはなかなか日本人にない圧力なんですよ ね、 なるほどね。向き合ってるだけで疲れるっていう、まあ、エリアス・ブライド67キロのベルトもヨーロッパで巻いてるんですね。絞って65キロに来ている。関根さんどう見てますか。いやちょっと迫力ありますね。ですね、どんどん前出ますね、取り切れてないですね、山崎選手。そうですか、まあ、山崎はちょっと下がりながらどうカウンターを狙うかって、うん、前蹴り。関根さん前作るのもやっぱりブライド勢いもありますけど上手いんですね。そうですね、やっぱりキャリアがありますからね。そうですね、年齢は21歳。これ蹴らしちゃいけないですね。あ、そうですね、ブロックしないと。内股、おお、左入った、一瞬落ちかけた。山崎英明、なんと最大の鬼門はここ準決勝だったか。まあでもこれに勝たないと、まあ、これが世界のレベルですからね。そうですね、これはアンダー65キロ世界最強決定トーナメントです。入りでは結構チャンスですよ、隙がありますよ、イリアスの打ち始めとかそういう部分ですか、結構大きく振ってくるんで、内側から小さくストレートに行くと。その1ラウンド打ち合いに応じたのはそれ壮大なる振りだったのかもしれません。前振りだったか、細かいパンチで貫きたいか、来るところ出すところ、あ、でもやっぱりリアス選手は改めて見てもパンチも蹴りも重くてバランスいいですね、戦い方が。膝これいいぞ、おお、ボディ2つ引いたのは山崎、山崎手応えがあった、手応えがあった、行くラッシュチャンス、山崎地獄の淵から帰ってきた男、ここで負けられない、優勝して完結する完全復活ストーリー、ハイキック。さあここは流れ使いましたね、関根さん、いいですね。ちょっと疲れた感じしますよね、ボディに効いたかもしれないですね、膝とボディーブローされたのかな、膝であれってことはありましたよね。さあそれだけでここ畳みかけたいか、山崎。そうですね、もう一回行きたいですね。でも強い選手ここで出てきますからね、エリアス。確かにそうですね、このヨーロッパの選手ここで頑丈なんですよね、はあ、でも効いてるのは間違いない。出ました、駆け蹴り変速キック、ローキックだ。あ、ちょっと今ローキック嫌ですね。うわ、追い込まれると怖い。しかしもう一つボディ行きたいか、左フック顔面。残りが10秒になります。うわ、右振ってくる、入れ替わりました。山崎もカウンター狙ってますよ。今これ三日月蹴りですかね、あと前蹴りも出しました。中速の立った蹴りを内臓にぶち込んでいきます。ハイキックスウェーダー、うわ、左拳を上げた山崎、そしてふわっと息を吐きながら青コーナーに帰る画面のイリアス・ブライド。あっという間の2ラウンドですね。でしたね、ちょっと早く感じました ね、 ね。さあこれスローシーンになりますが、あー惜しかったな今の。ただまあ印象としてはいいですよね、山崎の方が、ええええ、攻めたって感じでした、ええ、中村さんいかがでしょう、最終ラウンド。そうですね、まあ1ラウンドずつお互い取り合ったってか、いやいや山崎さん2ラウンドはね明確に取ったと思うんで、そうですね、だからここでね、そうですね、明確に取れば、まあでもお互い出てきますよこれ、バチバチっすね、さあただじゃ終わらない準決勝第1試合、やはり楽に決勝に上がる者など一人もいない。ローキックにつなげます、山崎が独特の構え、前の手ですね、期待の気になる膝、うわー、バックスピンキック。結構イリアスこの回転技得意なんですよ。そうなんですね、はい、おー、ナイス、今いい膝、いいですね、前出てくる時に膝いいですね、おー、膝、そばっと、そばっと腹捉えた、お、やはりポイントはボディか腹か、イリアスの、しかし出てくるな、そうなんですね、これが一流選手なんですよね、聞いても出てくるんですよね、やってる方とするとここを出てこられると何も攻撃が効いてないんじゃないかっていう錯覚に陥るんですよね。マサさん見てるとどうですか、効いてはいますか、やっぱり。いや、やっぱボディは嫌がってると思いますね、うん、うお互い山崎左フックに左フック狙ってますよね、さっきから合わせようとしてますか、ね、おー、オーバーハンドの右、イリアス・ブライド、ガードは高いところ、ボディなんか狙ってんなっていう感じで嫌って距離を取りました。しかしのしのしと、あ、膝また来た、ローブローかな、
あ、掴んでですか。なるほど、うん、抱えての膝注意が大切。まあでもイリアスがやっぱパンチでこう距離潰してくるんで、あの喧嘩とか膝いいですよね。膝いいですね。出てくるところのカウンターの膝、本当はあれでもう一歩止めたいんですけど、イリアス止まんないですね、膝で。膝右に繋いだ。山崎もガード下がると怖い。あ、右いいですね、ねじ込んだ。インローを放っていく、嫌って自分の右に回ります。山崎最終の第3ラウンド半分を経過。うわ、振った右、その右怖いな。フルスイングできます ね、 ですね。やっぱり関根さん、紙一重ですねこれ。分からないですね、これはもう今五分ですよね、本当に。イリアスブライド、うわ、また来た。そのいいですね、後ろ蹴り、左入れましたね今山崎。この後ボディも行きたい、膝だ、ボディの膝。もうちょっと山崎選手出たいんですけどね。そうですね、中村さん、そのペースも見せたいですよ ね、 すね、ジャッジにも。下がっている、まあ、形としては下がらされている山崎、打ち合いをどう取るか。ジャッジが左ローキック出してきたブライド。いや、すごい、イリアスブライド、うん、左ミドルキック。イリアスブライドはアフリカ大陸のモロッコ王国が源流を持ちます。右だ、できた。残り時間も20秒になります。膝、もう一つ行きたい。嫌って今下がった、少しお腹抱えるように。おう、駆け蹴り反応してます。前蹴りからちょっとトランクスに足がかかりました。残り時間が10秒きた。ハイキック、山崎。さあ決勝に進むのはイリアスブライドか山崎秀明か。うわー、3ラウンド終了。これは全く分からないな。なんか印象で山崎が前に出てるから山崎がポイント取ってるような気がしますけどね。そうでしたね。ただまあジャッジがどう判断するかですけど、関根さん、すごいレベルでしたね。すごいですね。山崎選手でもやっぱりパワーアップしてるから。なるほどね。イリアスの攻撃をやっぱりしのぎ切りましたよね。準決勝第1試合お互いに倒しに行っています。さあジャッジです。山崎かジャッジブライドか。ここでしか読めない激レアコンテンツ。リングを華やかに彩るガールズコーナーも充実。私たちの素顔が覗けるかも。 K-1 クラッシュモバイル、今すぐ会員登録してね。山崎かジャッジ感想と30対29、赤山崎。よし、一人目山崎。ジャッジ和田29対29、ドロー。ドロー。延長戦も1ラウンド用意されています。引き分けだった場合、ジャッジ1番29対29、ドロ ー。うわっと延長戦です。延長が見たかったですね。そうですね、見たかったです。ただまあやろうとしてはきついですけど、ただ決勝行くにはやっぱりきついですけども、でもいい試合ですから、まあここもクリアしてきっちり。これお互いにそうなると前に出ると、関根さん、はい、何か起こる予感もありますね。なんかね、ダウンがあるかもしれませんよ。セコンダウン。さあ、なんと K-1アンダー65キロ世界最強決定トーナメント準決勝第1試合は延長戦に入ります。山崎とイリアスブライド、日本代表は山崎。山崎が出る。わずか3分しか残されていません。2人にはもう手数ですよね。そうですね、もう本当に前へ出るって手数。山崎下がらないですね。山崎選手やっぱパワーついたんですよ、うん、堂々と打ち合っています。お、首から
早く帰ってしまいましたね、今ね、ブライドが。中村さん、これ山崎も分かってますね、下がっちゃダメだっていう。そうですね。うわ、いきなり来たハイキック、ファイトもすぐ逃げる。これいいですね、正人さん。いいですけど、あのインローが嫌ですね、フィギュアスの。ちょっと、はい、左の蹴りですね、結構もらってますよね。あの蹴りのカットしてないんで、山崎選手は。左のハイキックも来た。山崎、左のジャブから右のこうネジのインドを効いてる、効いてると思うな、多分。前蹴り、前足、外からも。これ絶対のトーナメントの鉄則として必ずカットしなきゃいけないんですよ。そうですね。おお、右だ。今流した。うわ、右入れた、入れた。山崎ちょっとロータイパンチみたいな感じですかね、ここ。そうですね、左のパンチが打てるか。左ハイキック、インド、また出たインド。あー、効いてる、効いてますね。これまたこれ効くと、あのパンチにあの力が乗らないんですよね。踏ん張りが効かない、踏ん張りが効かなくて。でももう山崎はもうパンチで攻めないと。あー、効いた。今盛り上がっているイリアスブライドの左ロー、インド。いや、すごい、前足かしてね、右とか振ってくるんじゃないですか、後半。そうですね。山崎バランス崩れたの、カクッとなりました。前蹴り、おお、今入れた。山崎はもうパンチでいくしかない。膝からパンチにつなげる前蹴り。いやー、すごいケズニアになっている、持てる武器のケズニア。いや、でもイリアスもきびっきついですよ。そうですよね、もちろんこ の, あのガードの上からでもちょっとダメージあると思いますよ、うん、左入れた山崎、ガードの上からでもいいから打った方がいいな、強いパンチを。まさに関根さん、パンチと蹴りですね、ローですね。そうですね、インローダー、足痛いな。確かにダメージは。そうですね。やっぱり、あ、これは打ち返せるとならずか。残り40秒。わー、下に入ったか。最年少のイリアスブライド。うおー。山崎の5倍以上の戦績を持っている年下のブライド。山崎押し返す、しかし押す足も踏ん張れなくなっている。これが K-1 のトーナメント。山崎選手出てきましたね、最後、根性だな。残り10秒、さあ山崎、どんとこから世界へ。ここで負けられない。さあ地獄の淵からよみがえって、さあ決勝まで行くんじゃなかったのか。ここで試合終了。さあ判定です、分からない。さあパンチの印象を取るか、ローのダメージを取るかですね。いやー、関根さん、お互いでも出続けましたけどね。いやー、もうこの2人は5ラウンド見たいんですよね。そうですね。ジャッジ勝本10対9赤山崎、1人目山崎。ジャッジ千葉10対9青ブライド。割れた。さあ3人目はマストジャッジ、どん底から世界の頂点へ山崎か、それとも凶暴なるブライドか。10対9青ブライド。エビスの判定2対1のダメージ詰め取ったのは、そうですね、青ローキックが確実に決めましたからね。決勝進出、1人目はエリアスブライド、そして日本代表山崎秀明、準決勝で姿を消します。でも今日の試合で山崎選手はローキックを絶対にカットしなきゃいけないのが多分よく分かったと思うんですよ。そうですね、絶対蹴らしていけないですよね。延長までもつれた戦いはモロッコのワンダーボーイ21歳が決勝進出。さあその対戦相手は一体誰だ。クラッシュ68 in 名古屋、8月20日土曜名古屋国際会議場イベントホールにて開催。クラッシュアンダー58キロタイトルマッチ、王者小沢海人 VS 挑戦者大岩達也の一戦をはじめ、野入雅昭のスーパーファイト、タケルとゲオウィラサクレックのスペシャルエキシビションなど注目マッチがラインナップ。チケット絶賛発売中。全国で11店舗展開中の K-1 ジム、初心者大歓迎の一般コースでは女性向けのフィットネスも充実。お仕事帰りに立ち寄ってみては。格闘家を目指すプロコースはもちろん、お子様向けのキッズコースもあります。
汗を流したいけれどきっかけがないあなた、今すぐ K1 ジムへ。新しい自分になろう、 K1 ジム。この番組は M1 スポーツメディアとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今年もこの季節がやってきた。7月30日は高校生日本一を決める戦い、 K1 甲子園2016。今年から60キロが新たに加わり、出場のチャンスも拡大。さらに次の日には大学生日本一を決める K1 カレッジも初開催。未来の K1 王者の誕生をぜひ会場で。 K1 アンダー60キロ世界最強決定トーナメント、組み合わせが決定。1回戦第1試合、60キロ日本代表タイガ対スペインの虎ハビエル・エルナンデス。1回戦第2試合、現60キロ世界王者浦部博隆対ドイツの超人ヨハネス・ウルフ。1回戦第3試合、全60キロ世界王者浦部晃也対ヨーロッパ軽量級最強選手カリム・ベノーイ。1回戦第4試合、孤高の空手家小宮山浩介対ブラジルのピットブルパウロ・テバウ。9月19日、この日60キロ最強の男が決まる。次回は世界最強決定トーナメント準決勝、ノイリー・マサアキ対最強王者ゲーオ・ウィラサクレック。果たしてノイリはゲーオの対日本人無敗記録を打ち破ることができるのか。諸葛亮孔明さんっているんだけどさ、天才すぎて全てが罠に思えちゃうわけ。わあ、まあ、かわいい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 。これが孔明の罠。リアルタイム策略バトル三国天武。夏だから私カモメになる、セミになる、あなたに見つめられて私風になる、花になる。金麦の夏。バイトするなら、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 バイトするなら。リクルート。